はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015高山俊サムライビッチパート18かな、やっていきたいと思います。今回がねクライマックスシリーズということで、なんとかねこんな感じで、ギリギリ、3位勝ち取ることができました。まあかなり接戦やったんですけども、まあそうだね、阪神が強かったってよりかは DeNA が負け越してくれたのかなっていった感じですかね。うん、ということでやっていきましょう。結局ね最終成績はこんな感じになりました。全試合出場で4割3分4厘で安打数が263、打点が22、盗塁が25となりました。おそらくね打率安打ともにトップの成績残せたんじゃないかなと思います。うん、で多分ねパーフェクトなんじゃないかな、だよね、91のパーフェクトで終了しました。なんか後半はねあまり伸びずといった感じで、なんていうのかな、まあぼちぼち打ったのかなといった感じで、まあ、この辺8月から9月にかけてがあまり打てなかったっていうのもちょっと響いたのかなといった感じで、まあ一番打てたのがこの辺かな、6月あたりが一番打てたんじゃないかなと思います。交流戦あたり、この辺はかなりヒット数稼げたんじゃないかなと思います。この7月とかもまあまあいい感じだね、あまり記憶がないけど。ということで、まあせっかくなんでねやっていきましょう。小川ちゃん、小川もっと能力高くてもいいような気もするけど、まあいいや。ということで頑張っていきましょう。オーダーはこんな感じです。ちょっと前不調の藤浪っていうのが心配ですが、頑張っていきましょう。これ撮ってるのがね4月の25日の朝方になるのかなね。まあ多分ね今日で撮り終わる、もしくはこの動画で最終回ってことも全然ありえるんじゃないかなと思います。まあ相手がヤクルトでね、あんまりこう巨人とか阪神を使ってやってもあんまりヤクルトにいい思い出がないかなといった感じではありますが、まあもしかしたらね勝ち越せるかもしれないんでやっていきましょう。トータル的にこういう成績になりました。606打席の打数になるのかな、こっちは。で263本、多分ヒット数もトップなんじゃないかな。タクと比べてどうなんだろう。でもまあまあかなりいい成績残せたんじゃないかなと思います。まあ本当に能力が高かったのが一番でかかったのかなといった感じはありますが、おいいね。得点圏は結局4割4厘、多分トップではなかったような気がします。インコース詰まりました。山田が抑えて3アウトチェンジです。いやちょっと調子悪い気がするな。あっさり逆転、あでもか、さあそして同点ということで、得点圏打率ももうちょっと上げれた気もしますが、まあ、4割残せたのでいいとしましょう。後の展開に響いてきますから、ピシャッといきたいですね。ここ1本打てると大きいね。打ち上げました。高い打球。あれ？ここは打ち上げています。4割バッターが3打席連続のフライアウト。あ、行くかはショートゴールだったか。さあご覧ください。話にならないね。あ。やばい、流れを完全に持っていかれてる。とりあえず1本打っときましょう。小川選手ねあんまり相性良くないのはね知ってるんですけど、あんまりフライアウトが多いとは。まあ、高山選手ねパワープロ2016ではいい感じで、再現されることを祈っておきましょう。今出るのかよって感じだよね。まあ、綺麗に流せていったけど1回ぐらい回ってきたね。でも結局11対3か。これから9回タイガース。てかすごいねこの松岡とかも防御率 1.55、 かなり登板してて55試合ぐらい登板してたよね。ここまで来るとまあ一安心ですよね。安定感抜群、これありえるよ。抑えた一塁へ、よし。内野安打になった。本当に内野安打も何本打ったか教えてほしいぐらい内野安打今回多かったんじゃないかなと思います。まあ多分ねセンター前ライト前は多分10本ずつぐらいしか打ってないような気がします。ほとんどレフト前、レフト前とショートへの内野安打と、
まあ、ピッチャー、キャッチャーへのバントヒットがほぼほぼのヒット数をね、占めてるんじゃないかなと思います。まあその足が速かったからこんだけの成績残せたのかなとも思いますが、これがね総力 D 以下だとまあ打率3割8分ぐらいがええとこだったんじゃないかなと思います。ということで第2戦目やっていきましょう。石川ちゃんか、まだでも流し打ちだとね引っ張れないんでなかなか厳しいんじゃないかなと思いますが、まあ2番に早田なんで、まあ彼もね成長できそうで成長できないってとこがありますからね。神宮球場には大観衆が詰めかけています。よし、まずはスワローズのエース12勝5敗が神宮球場のマウンドに上がります。まあかなり十分な気もしますが、10試合程度勝ち星負け勝ち負けがついてないっていうのはどうなんだろうね。防御率も2点台と安定してるけどどんな感じだったんだろう。その勢いで今日勝ち運負け運とかってついてないんだね。打ちました。打たされた完全に。これあのボテボテというか普通の単純な平ショートゴールでも本当にあと一歩でセーフになるからね。お、来た。さあ今日はメッセだからね、なんとかやってくれるんじゃないかなと思います。高山、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。いいボール、多分枠ギリギリだっただろうね。2球目打ちました。ライン際打球が伸びる。三塁線落ちてフェア。ファーストランナー、メッセ走ってる。メッセはね、開幕戦でも盗塁しましたし、結構ゴメスとかも盗塁したりしますし、かなりみんな貪欲だよね。本当に金本野球がこうね、打順はトップに帰って高山、しっかりこう機能してるのかなと思いますよね。インコースを打たれましたからね。なんとかねこう食らいついて2、1やったり目指してほしいなと思うんですけど、まさかの中日がダークホースで来てるからね。昨日ビシエドがいいところでホームラン打ってましたし、まあ、山田君も7号、ビシエド7号、ゴメス7号っていった感じで、てかもう敗退しそうだね。ヤクルトが単純に強い。さあマウンドに山田君もなんやかんや言っても結局3割5分近く打ち、ホームランもいまいち、打点もいいとこつけてますしね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ちょっと厳しいよね、ヤクルト。あんだけのバッターがいて最下位に5位かに沈んでるっていうのは辛いよね。ちょっと無理そうだね。よし、ノーアウトランナー2塁です。さあこれで反撃してくれると嬉しいんですけどね。お、あら早田調子乗ったね。同点に持っていってほしい。お、お、いいね、来た。ミスって何なんだろうミスって書いてたよね今、エラーとかじゃなくてミスって何なんだろう。まあいいよ。最後せっかく同点に追いついたしね、ここは勝ち越しの1本を。よし、僕が一番好きな応援歌ですねこの。よし、さあ千葉の大仕事したんじゃない。ここで明日の試合につなげるようなね、いいところ出たよ。これで最終回抑えてくれたらの話なんですけどね、まあ、球児だからやってくれるんじゃないかな。よし、これヒーローでしょう。これヒーロー。よし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 、内野2安打3安打とね、暴れてるんじゃないかなと思います。いやー、最終戦までもつれさせれたっていうのは大きいね。最終回に2点入れたっていうのはね。早田は盗塁失敗してましたけどね。今日何なんだろう、さっきのミスって、エラーって書いてたかな、なんかミスって見えたんだけど、バグかな一種の。まあいいや、よし、で第3戦目といきましょう。メッセ、藤波と来たら次誰だろうね岩田で立山、
なかなかどちらとも癖のあるピッチャーですよね。立山選手はあんまり好きじゃないんだけどね。フォークを主体としたピッチングで、あとスライダーがいいってなってくると、得意じゃないね。カーブが主体になってくるピッチャーの方が、打ちやすいは打ちやすいですよね。でも、武田久志とか、あ、武田久志じゃない、武田翔太とか、岸のカーブとかは、ちょっと打ちにくいけどね。圧倒的に。さあ、これも10勝8敗。2桁勝ってますよね、なんやかんや言うても。どのような戦いが望ましいですか。相方に本当独特だよね。そうですね。変わらないというか。比較的楽だと思いますよ。勝って進出を決めたいですよね。さあ、勝って進出決めましょう。せっかくここまで来たならね、昨日もいい勝ち方しましたし、なんとか。よし。ストライクが入りません。立山は立ち上がり弱かったイメージあるんだけどな。そうなんだよ。このフォークなんだよね。流し打ちにはかなり天敵のフォーク。もう少し早く打てばよかったね。お、あ、惜しい。あ、まずい。あ、まずい。まあ、うわー、ほう。嫌な予感しかしない。打順は1番に帰ります。バッター高山。年俸どれぐらい上がるだろうね。1500万から、ホームラン1本も出ず、まあね、安打数記録更新と打率トップで最多安打、盗塁も2、ね、打点はないですけども、まあ、それなりに1億、1億も上がんないかな。結構活躍しても1億ぐらいだからね。ナイバッチ。これはどうか。レフト前ヒットになります。高山選手は2年目3年目やっても面白いんじゃないかなと思いますよね。言ってか分かんないけど、いや、圧倒的だね。いや、話にならないな、このヤクルト打線は。打順はトップに帰って高山。パープルの方でもソフトバンクヤクルトは打線やばいんだろうね、おそらく。組み立てのポイントになってきそうですね。多分アウトのほとんどがショートゴロ、サードゴロだろうね。あとレフトフライ、もちろんそっちに打球を飛ばそうとしてるんで当たり前の話なんですけどね。いやー、お、ここでちょっと強振してみる。最終打席になるかもしれないし、強振で流し打ち、甘くボールが来てくれたら、まあパワーも B まで上がりましたしね、絶好調。なんかあるんじゃないかな。最後、ああ、それど真ん中に来てほしかったな。ボール先行です。打ちました。もったいないな。スリーアウトチェンジ。流し打ちの強振ってあんまりしないんでね、慣れてないっていうのが。慣れていれば、おそらくホームラン打ってる人は打てたんでしょうけどね。1回ぐらい回ってこない。お、回ってくるんじゃないこれ。よし、さあもう一歩打てと言われてるんでしょうね。ゲッツーになると最後のバッターになっちゃうからね。ワンアウトランナー一塁です。よし。初球大きく外れています。さあ、流し打ちでホームラン打って終わりたい。最後に一つね、ボール先行です。なんとかね、一矢報いたいところ、フォアボールだけやめてほしいな。外の球打った。やべ。二塁送球。二塁フォースアウト。高山で終わり、高山で始まり、高山で終わったね。あっちゃあ、打ちに打ちました。大量リード。まあもうね、勝つことは難しかったですけど、まあ、ここまで圧倒的にやられるとちょっとつらいね。まあ2戦目ね、なんとかヒーローになれたっていうところで良かったんじゃないかなと思います。うん、まあまあなんとなく予想してた結果にはなりましたけども、あ、ここまでヤクルトに、まあ、圧倒的にやられると、まあ、ちょっと若干辛い気はしますが、まあ、年俸を見て終わりましょう、今回も。これ飛ばせたらいいのにね、なんか結構わざわざ、ね、こう進んでいかないとダメだから、ね、そこら辺ちょっとめんどくさい気もしますが、まあね、今回やってみての感想なんですけど、まあね、結構自分で作った選手でかなり設定も強くして作らせてもらったので、まあ、やりやすさはもう完璧にありましたね。まあ、足も速かったですし、ね、まあ、ショートに奥深く打てばほぼほぼセーフになりますし、ね、ちょっとでも、
ヒットが出なかった時でも、セーフティーバントでヒット稼いだりすることもできましたし、まあ、応用の効く選手だったんじゃないかなと思います。この人がめっちゃなんかねやってくれるんだよね。どこがいいだろう、僕寺巡りも嫌いじゃないんですけど、スキューバダイビングかな。うん、あ、そうですかじゃあ聞くなよって話ですよね。選択肢になかったしねだからまあそんな感じですかね。もし何かあればね、皆さんもやってみたらいかがかなと思います。さ、何本になるかな。予想的に8000万ぐらいかな。これ使うとどうなるんだろうね。年俸くれないのかな。まあいいや。4割3分4厘、ホームランが0本で打点が22で盗塁が25。うん、そりゃそうだろう。8500万。おそう、1億ももらえるんだ。8500万アップか。まあだいたい相場これぐらいですもんね。もうちょっとこう上げ幅いろいろあってくれたら面白いんじゃないかなと思いますが、まあこれはこれでいいんじゃないかなと思います。ということでね、今回の比較これぐらいで終わりたいと思います。まあ、次回はね、パリーグのピッチャーで誰かしらやってるんじゃないかなと思います。まあ多分ね、ピッチャーバッター、ピッチャーバッターっていう感じで交互にやっていくんじゃないかなと思っております。まあ、結構リクエスト等々も来てるんでね、まあ、答えつつ自分がしたい選手もやりつつっていった感じになるんじゃないかなと思います。まあね、本当にやりやすかったんじゃないかなと。まあ、結構能力の高い選手でもありましたしね、まあ、今後の活躍に期待したいかなと思います。ということでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。それではね、次回の企画でお会いいたしましょう。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。それではね、トウスケでした。さよなら。